どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガズでございます。本日はですね、ちょっと面白い動画なんですけど、ガズレレ YouTube で取り上げた動画の紹介をする動画ということでやっていきたいと思います。さあ皆さん、今もう4月になっておりますけれども、4月もどんどん進んでいきますと、当然ながら5月になって、6月になって、7月になってくる、8月になってくる夏っていうと、やっぱ海に行きたいなとかね、なんかあの音楽聞きたいな、やりたいなっていう感じがしません。あの音楽とは、つまりこれです。ドン。サザンオールスターズでございます。はい。ガズさんももちろん大好きですけど、このサザンオールスターズの曲ね、季節になるとね、やりたくなるんじゃないかなというふうに思いまして、今回は、サザンオールスターズと桑田佳祐さんに関する、ガズレレで取り上げた動画をですね、シェアするよという動画を、ここにアップロードしたいと思います。この流れはですね、ちょっと前にやった桜の曲をこんな感じでリストで紹介したっていう流れのね、組んでいるやつなんですけど、今からですね、ここにどんどん曲名と、曲のタイトルを言っていくんで、これね、今紹介していくんですけど、この動画の概要欄のところに動画に関するリンク、曲名と、動画の URL 貼っとくんで、もうすぐに練習にスタートしてくださいね。今からやったらですね、間に合いますから、まだ2ヶ月3ヶ月でじっくり練習したら覚えられちゃうかもしれないね。サザンオールスターズの曲。はい。じゃあ紹介していきましょう。どんどん。はい。これじっくりいきましょう。はい。じゃあ、べーっと今並べますよ。まずね、サザンオールスターズの曲ね、23曲やってましたよ。23曲って言ったらなかなかの曲、ずるずるいってきます。愛はスローにちょっとずつ、いなせなロコモーション。いなせなロコモーション。いいですね。あと、海という曲がありますね。あとは、これはもう外せない。真夏の果実。しおりのテーマ。これもいい曲だな。あと、オー・クラウディア。チャコの海岸物語、ラブアフェア秘密のデート、これは横浜デートですか？涙の海で抱かれたい、シーオブラブ。いいですね。愛しのエリー、これはもうサザンオールスターズといえばこの曲ですよね。ああ、もう言ってるだけでもメロディーが思い浮かべますね、皆さん。はい。どんどん続けます。愛の言霊、このね、愛の方と言霊っていう曲もガズさん結構ね、好きな曲でしたね。いやいや、あの時を忘れない、あの時代と書いてあの時。あと、バイバイバイラブ。バイバイマイラブ思い出すな。ホテルパシフィック、東京ビクトリー、これもちょっとこうパワフルな曲。あとエロティカセブン、これもね、怪しい曲でしたね。あとメロディー、これはラブバラードとしては最高ですよ。メロディー。あとは涙のキス、もうほんと名曲揃いてもう困っちゃうね、これは。はい。あと勝手にシンドバッド、ラララララララ、これもちょっと近々改訂版撮ろうかなと思ったんですけど、まずちょっとこれ古いバージョンですけどね。あとミスブランニューデイ、 Oh oh Miss Brand New Day、 歌いたい。次、希望の轍、これいい曲なのよ。あとは津波、待ってました。この津波もですね、もう本当にバラードとしてはもう最高峰ですね。あと夏を諦めて、これ研ナオコさんも歌われてましたけど、桑田さんの奥さんのね、原坊さんも歌われているとかもね、いい曲なんですよ。これもね、落ち着いて、これがね、今サザンオールスターズで取り上げてる、ガズレレで取り上げてる23曲になります。あと桑田さんのソロプロジェクトもいっぱいやりたいのありますよ。はい。じゃあソロはね、桑田佳祐さんソロ曲8曲ガズレレで取り上げてます。どんどんいきます。祭りの後という曲、これもね、夏を思わせる曲。はい。次、悲しい気持ち、 Just Man in Love、 この曲もいいな。あと白い恋人たち、季節外れですけど冬の曲ですけど、これもいい曲。あと波乗りジョニー、これもね、夏っぽいよ。その次、ソウルコブラツイスト、魂の悶絶、これ最新曲です。これも元気もりもりの曲。桑田佳祐さんの明日晴れるかな、スケール大きい曲だな。はい。次はですね、スマイル、晴れ渡る空のように、これは東京オリンピックの時にこのテーマソングになった桑田佳祐さんの、世界的レベルの名曲でございます。はい。あとはですね、若い広場ですね、朝ドラで話題になった、このちょっとヴィンテージ感あふれる曲も桑田佳祐さんの曲でございます。はい。今の紹介したのが桑田佳祐さんの8曲でございました。はい。じゃあこれで終わりかと思いきや、まだあるんですよ。桑田バンドっていうバンドがありましたね。あそこの曲もね、なんとね、ガズレレ YouTube で2曲取り上げてます。1曲目、スキップビート。この曲は懐かしい。ハマって、もう歌い出しが、レノンの流れるローカフェ。気持ちがいい。歌いたいです。はい。その次、メリークリスマス in summer。これも冬の曲なんだけど、南半球では夏だぞ。ちょっとレゲエっぽい感じの曲。はい。これで、すべてでございます。いやー、結構いっぱいありますよ。サザンオールスターズ、桑田佳祐さんの曲、これ、一曲でもいいから、今からじっくり覚えちゃって、ビーチで夏、歌う。
いかがでしょうか。はい、今紹介したの、曲全部この動画の概要欄のところに曲名と、URL を貼り付けておきますので、まずこうクリックしてね、どんどん練習開始、とにかく何回もやって覚えちゃうの目的するのがいいと思いますよ。一曲でもいいんでチャレンジしてみてください。夏が来る前にササオッサとぜひともご紹介したいぞということで今日はお届けしました。はい、こんな風にね、今からこう目標を持ってね、こう大好きな音楽に取り組んでいくのもすごく大事だと思います。そんな感じで皆さん楽しく音楽していきましょう。さよなら、バイバイ、またね。皆さんお知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ、ガズレレの。楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、一曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃわかりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクールロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホ、タブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛、Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作り物だとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛り、ガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。